今西都夏祭りの会場に向かってます。今日は2日目です。1日目は前夜祭で妻高校の100周年イベントが一緒に開催されてました。前夜祭では五神組の太鼓台があったり、テゲバジャード宮崎さん、宮崎のプロサッカーチームと妻高校生のサッカーのイベントを実施していたり、あと今回の屋台が、前夜祭はキッチンカーがたくさん来てたので、県内外にキッチンカーが集結してました。私は西都市にあるお花食堂のキッチンカーの食べ物を購入して食べました。後で見てみてください。どんな感じで撮りたいですか？でも動画です。彼ら1年目なんで2人撮ってください。あ、2人名前からいきますか？そしたら大卒1年目なんで。あ、そうなんですね。若い。テゲバジャーロ宮崎、背番号25番のフォワード高橋和樹です。よろしくお願いします。お願いします。テゲバジャーロ宮崎、背番号22番田中俊平です。もうよろしくお願いします。お願いします。アピールポイント。自分のアピールポイントは体の強さです。体の強さ。よろしくお願いします。自分のアピールポイントは、試合中ずっと走ってるんで、走ってること、はい、よく走ってるので見てください。はい、よーい、ピ。大丈夫、大丈夫。ナイスタ。おお。これがサッカー選手ですよね。うまい。あ、今のは。多分高橋選手の負けですから。おっ、おっ、いい勝負。うまい。フォワードですけど、高橋がキーパーいます。高橋選手がフォワードなんですけど。すごい。テゲバジャーロ宮崎から小野寺選手です。よーい、ピッ。これコロコロ PK っていうんだ。もうキーパーギリギリまで見て逆をつくっていう。美味しそう。え、すっごい美味しそうなんだけど。ガーリックシュリンプか、これが。超美味しそう。いただきます。
やったー。え、ヤンニョムさっき食べてい い, い, いよ。え、しかも結構大きいよ、ほら。え、でかっ。超でかい。手のひら、手のひらサイズ。これめっちゃ美味しい。本当よかった。衣がなんかすごいよ。でかい。うん。今年の夏何しよう。花火したくない？今年。花火したい。ね、夏っぽいことしたい。なんか海はさ、普通に行くからさ、川やったの。川下った。この間川下った。増水ちょっとしてて、泥がすっごいいつもよりだから。汚れる。そう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 。バーベキューしたいね。うん、ほか。あそこ、どっちかバーベキューできるよね。できるできる。あ、うちママできるかな。あ、そう。うん。ん、あ、サンクマールの方にもあるとか。あ、キャンプ場、白浜やったっけ。白浜も、もできるし。この海全然人おらんよ。あ、そうやっちゃ。水公園の隣の広場もできる。全国見ても中に子供が4人も乗っている。太鼓台がひっくり返るっていうのもまず珍しい。普通太鼓台担ぐんだったらあっちで一つの太鼓台を出すから仲間で全員で担ぐんですよ。僕たちは4つの班で各面を担当して担ぐんで、進む時は仲間でありライバルであり負けたくない。ただここを邪魔してしまったらスムーズにいかない。そういうのもこういろいろ駆け引きしながらしていって、交差点で練りっていう時になったらもうバッチバチっすね。言えること言えないこと多々ありますけど伝統っていうか、それがずっとあって、それの駆け引きをずっとやりながら、だから自分たちの技を出すために相手を崩したり、相手にその技をさせないために回したりとか、そういうのをずっとやりながら自分たちが真上になって返すように駆け引きを、その倒した方向にその運気が向きますよっていう、360度全部運気が向くっていう風になるんですよ。祭りの時に太鼓台を出して、サイト夏祭りの時だけ担ぎ手たちみんなで集まって、もう当日ぶっつけ本番で太鼓台を出してっていうのが何十年とか。そうですね、練習したら筋肉痛で当日多分無理だと思う。怪我とかですね。つけ本番で頑張ってるみんなを見に来てもらえれば、はい、そうですね。五神組太鼓台がもうサイトの夏祭りはメインで出るので、平助通りって言ってもそこの通りめちゃくちゃ狭い通りで、太鼓台真ん中に置いたらもうすぐ電柱みたいな周りが、そんなところでもひっくり返します。激しい時は本当激しいです。たまに中に乗ってる子供たちが今のすごかったねって、中に入ってるとドーンって衝撃が来るんで、子供たちが一番痛感するっていうか、正直五神組の祭り当日の花形っていうのは各班の班長なんで、それぞれの班でやりたいことを話し合ってきて当日それをぶつけてるので、太鼓台が右に左にひっくり返ったりっていう合図は全部班長たちの指示のもとに動いてるから、道行きが一番いいっていう人もいる、練りがかっこいいっていう人もいるし、まあそれどっちの人にも喜んでもらえるものを僕たちを目指して常に頑張っています。あと1日ですね。頑張ってください。頑張ります。まで見たらもっと迫力もあるので、また見に来ていただければ、はい、ありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございます。よろしくお願いします、はい。こっから立ち上げてかんちゃん
りに今日は参加してきました。宮崎の中でもお祭りはたくさん開催してあるので皆さんもぜひ遊びに行ってみてください。いろんなお祭り見に行ってみるのもすごい楽しいです。ではまた次回動画でバイバーイ。やばいね。最高すぎる。あ、写真も撮れるっちゃ。初めて知った。知らんかった。それ最高。そんな車があるという。あ、私はこのために三脚とかも持ってきとったんや。あ、でもこれ用じゃないわ。間違えた。